国の、解雇闘争というのをご存知でしょうか。今日も、JAL の葬儀団のお二人が来てくださってますので、どうぞスピーチをお願いいたします。みんな寒いから動きがゆっくり。どうぞどうぞ。板橋駅ご通行中の皆様、こんばんは。今日は寒いですね。一昨日からぐっと気温が下がり、日本海側では吹雪、私のふるさとは東北山形ですけども、ついこの前までは雪はなかったけども、今朝電話しましたら、いや寒いねと言ってました。一面真っ白。私たちは2010年大晦日に日本航空という会社から不合理な解雇に遭いまして、今まさに真冬の時代です。真冬の人生を向かって進んでおります。私たちは言われのない日本航空からの不合理な解雇、当然のことながら司法の場に我々は戦い、そして救いの手を述べました。しかしながら、日本という国、日本の司法、また日本航空という会社は我々を解雇するに至りまして、その過程で憲法違反をして、そして我々を解雇した。当時の民主党時代ですけども、民主党の法務大臣、つい先月もお会いしてきました。元法務大臣も、下田君、あなたの裁判はおかしいですね、まだそういうことを言ってくれます。そうです、私たちは日本航空から不合理な解雇にあった。私はパイロット原告の池田です。法務大臣がおかしな裁判ですねっていうくらいの裁判ですから、まともの裁判じゃなかったということなのです。その一つとして、我々が提出した資料、証拠、証言、全くをもって無視をする。しかしながら、日本航空に対して司法は、我々が要求した資料なりものを請求しましたけども、出させようとしない。そして我々が出した資料も精査しようとしない。裁判というのは事実認定が原則です。しかしながら、日本の司法は事実認定をしない。日本の東京地方裁判所、高等裁判所ともに、我々が出した資料、証言を一切事実認定の確認をしない。会社が提出した嘘800、また資料を出さない、そういうことのみを採用した、そんな裁判です。だからこそ、私たちの解雇になった時の法務大臣も、あなたの裁判はおかしいですね、法務大臣自らそういうことを口にする我々の裁判、一体日本の司法ってどういうことなんでしょう、どういう場なんでしょう、どういうシステムなんでしょう。弱い者、権力に屈することなく戦っている我々は、手を差し伸べても日本の司法は、日本という国は弱い者を助けてはくれません。だからこそ、弱い者が手を取り合って頑張らないといけない。裁判で負け、日本航空から排除され、私たちが活動してきたことは一体何だったんだろうか。なかなか力が出ない、力が出せない。しかしながら、我々は無力じゃないんです。微力なんです。この微力をいっぱい集めて、みんなの力で日本を変えないといけない。憲法も一緒です。憲法は変える必要があるのか。憲法なんて私たちの生活が関係ない、そう思っている方がたくさんいると思います。しかしながら、憲法というのは一体何なのか。我々が生きるために、生活をするために、そして家族と団らんを楽しむためにあるものが日本の憲法なのです。
憲法9条だけではありません。憲法の中には皆さんが生きるための規則、そして学ぶための自然的な規則、すべて書いてあります。その憲法がないがしろにされつつある、ないがしろにされてる、そういう事実を我々は目をつぶって見逃すわけにはいかないと思います。明日すぐさま皆さんに影響するかもしれません。いや、あさって影響するかもしれません。来週で影響するかもしれません。だから他人事ではない、自分のための自分の憲法をみんな守ろうではないかと思います。我々の解雇も憲法違反をして解雇になりました。全くもっておかしい裁判です。全くもっておかしな解雇です。会社は我々を解雇するときにはすでに黒字。なぜ日本航空という会社が潰れてしまったのか。2010年、今嵐がコマーシャルをやっております。華やかなコマーシャルです。しかしながら2010年に日本航空という会社は潰れた会社なのです。その潰れた会社が今どうでしょうか。内部留保が1兆円をはるかに超える、そんな金を持っている会社なのです。なぜそれほどの儲ける会社が潰れてしまったか。それは当然のことながら経営者がアホだったからです。経営者がおかしかったからです。経営者が悪いことをしたからなのです。だから日本航空という会社は潰れたのです。その日本航空の中で私は安全に安心して安定した飛行に努めてきました。しかしながら日本航空という会社はこの安全安心安定を口にする我々労働者、我々労働組合の人たちを排除しました。今日本航空どうでしょうか。いろんなところで不祥事や不具合、事故を起こしております。挙句の果てに昨年は国から指導も勧告も受けております。それはなぜでしょうか。労働者がきちんと物を言えない、経営者が健全な運営ができない、その表れです。皆さんをお運びする飛行機は空を飛ぶ飛行機です。空に上がった飛行機は着陸をするか墜落をするしかないという、そういう乗り物です。だからこそ安全安心安定したものが必要なのです。これを口にした私たちは日本航空という会社から解雇にされ、そして日本の司法からその解雇は有効であるという結果が出されました。その判決文もおかしいですね。さすが法務大臣、よく見てると思います。会社が勝手に我々を殴って、殴った手が痛いからお前謝れと解雇した人間にそんな判決文を書く、日本の司法当てにはならないんです。ブラック企業なんです。ひらめ裁判官がいっぱいいるんです。だからこそ我々は真実事実を訴え、そして私たちがよりよく生活するために、そして皆さんが安心して安心した安定したそんな飛行ができるように、我々は日本航空に対して頑張って、解雇を撤回、また、自主的に解決するように詰め寄っております。そのためにも我々だけでは力は及びません。どうぞ皆さん、私たちの解雇葬儀、ぜひともご理解いただいてご支援いただければと思います。私たちは言われのない解雇に遭いました。私たちは何もしてない、おかしなこともしてない、そんなのに解雇になりました。私たちは会社に頑張って頑張って尽くしてきたにもかかわらず解雇になりました。おかしなおかしな解雇です。今の世の中、いろいろな会社がそんな風に我々の解雇と同じように経営者の都合により、経営者の失敗を労働者に押し付ける、そんな解雇が流行っております。派遣も一緒です。いつ派遣員になるかわからない、仕事があるからじゃないんです。仕事をきちんとやったらその対価をもらえる、派遣会社が労働者のピンハネをするようなそんな派遣じゃなくて、きちんと正社員で毎日8時間働ければ生活できる、
そんな生活を我々は目指しております。何の贅沢でもありません。高望みでもありません。人間として当たり前の、人間として普通のことを要求している我々の解雇葬儀も一緒です。ぜひとも日本航空に対して我々今戦っておりますので、ぜひとも皆さんのご理解をいただければと思います。ありがとうございました。池田さん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。板橋駅ご通行中の皆さん、こんばんは。私たちはノーバー北区アクションのメンバーです。